アンディ・ジグラーは、ヨーロッパの航空宇宙防衛企業エアバスの創設者の一人で、初代 CEO などを務め、コンコルドプロジェクトにも大きく関わった、航空産業の重鎮である。第二次世界大戦中には、ナチスドイツに占領された後、フランス内レジスタンスに参加し、1944年に、在ロンドン自由フランス軍空軍の司令官になった、後、内地フランス軍の参謀長となった。 エコールポリテクニックとフランス国立航空宇宙大学院大学を卒業後フランス空軍士官とテストパイロットを務めエアバスインダストリー GIE をロジェベ・テイユとフェリックス・クラヒトと共に創設し初代 CEO に就任した1938年ザ・センター DSAEN ボリュームのアシスタントディレクターに任命された後 第二次世界大戦中フランスの抵抗運動のために戦った。1944年、ロンドンの自由フランス軍空軍司令官となり、さらにマリー・ピエール・ケーニグ将軍の指揮下でフランス内務省職員のチーフとなった。1946年から1954年にかけて英国と米国でフランス政府の特別代表として活動しながらエールフランスのマネージングディレクターも務めた。 その後、EN、エアアルプの創設者や内閣府省庁のメンバー、航空機メーカーブレゲーの社長、シュド・アビアシオンの社長、コンコルドプロジェクトリーダー、後にアエロスパシアルに改名することになるスニーズの CEO を務めた。1970年にエアバスを創設し、CEO に就任、1971年から1973年まで、 フランス航空宇宙産業貿易機関のマネージングディレクターを務め、1975年にエアバスから引退した。ありがとうございます。